ナンバーディスプレイ相当のサービスがあると、本機の振込詐欺対策機能をフルに活用することができます。ナンバーディスプレイの有無で、どのように動作の違いがあるか見てみましょう。ナンバーディスプレイ相当のサービスは、回線から相手の電話番号を送信してくれるサービスです。お使いの回線業者で提供されており、契約が必要です。詳しくは、回線業者にお問い合わせください。まずは、自動聞いてから応答の動作の違いを見てみましょう。自動聞いてから応答は、自動で電話を取り、相手に名前を名乗ってもらうように通知します。ナンバーディスプレイがない場合でも、電話がかかってきたら、電話番号が表示されないだけで、自動聞いてから応答は作動します。ただし、相手の電話番号がわからないので、安心 LED は常に赤に点灯するほか、相手が電話帳に登録されている人の場合でも、必ず自動聞いてから応答が動作します。ナンバーディスプレイがある場合、電話帳や安心番号に登録されている人からの着信で、自動聞いてから応答は作動しません。続いて、通話後の動作の違いを見てみましょう。知らない番号からの通話を終えると、怪しい電話を受けたときは、知り合いの方に相談してください。と、注意を呼びかけるメッセージが流れます。その後、着信した電話番号を安心またはお断り番号として登録する画面が出ます。ナンバーディスプレイがない場合は、この機能が働きません。その他の違いとしては、本機に限定されませんが、電話番号を通知せず、電話をかけられてきた場合や、お断り対象の番号からの電話の場合、自動でお断り動作を行うことができます。ナンバーディスプレイがない場合は、この機能が働かず、常に自動聞いてから応答が働きます。その他、振込詐欺防止機能としては、自動通話録音や安心相談ボタンがありますが、電話番号が通知されることで働く機能ではないので、ナンバーディスプレイの有無に関係なく、同じように動作します。